ノブレイド3。はい、というわけで、どうも皆さんこんにちは、ウルです。というわけで、ね、今回もゼノブレイド3やっていくというわけで、まあ、今回はですね、ちょっとこのハテナマークのある場所、ちょうどマップ的にそうですね、ちょっとマップの場所見ましょうか。マップで言うとですね、ちょうどこのカデンシア地方の、まあ、なんかすごいなんか地図全然解放されないけど、ここにあったハテナマーク来てるんですよ。これヒーロークエストなのかな？なんか変な台座みたいなのあるけど、あれ何なんだろうね。まあ、とりあえずこれ行ってみましょうか。なんだこれ。え？これは一体なんだ？あ、でもヒーロークエストじゃないね、喋ないってことは。敵碑ってやつか？どうやらそのようだ、何か書かれているが。ん？あ、どうした？リークマンだな。あ、BGM 不穏。松も！なんだよ、いきなりでかい声出すなよ。それ以上近づくのは危険ですもん！ん？知ってんの？なんか。そう思う。危険ですもん！何がどう危険なの？マルタたちがそう言うってことは相当なことだと思うけど、非常に危険で凶暴な魔獣が眠っている場所も。凶暴だ？そうですもん。決して責任をお供えしちゃダメですもん。お供えをたくさん置いたら蘇ってしまうもん。そう言われると、妙にやってみたくなるよな。ダメなものはダメもん。危険極まりないってやつですもん。ああ、そこまで言うなら、無理にやることでもないけど、危険名なんだもん。でも気になるぜ。それはそうだけどな。凶暴な魔獣が蘇っても知らないですもん。自己責任でお願いしますもん。自己責任ってならどうするか後で考えるとするか。普通のクエスト何？禁断。え、気になるんだけど、ちょっとやってみていい？どうせこれ負けるだけでしょ、読み枯らしても。やってみていい？何をさらにその、リクとマナナには悪いけど。どれにする？デーモンマーブル。あ、とりあえずこういう系をおさらにすればいいのか。これで 25%、デスマッシュルは 10%、レッドポイズンシード、赤殺し。とりあえずいろいろやってみるか。え、あとなんか、まあ、とりあえず銃でいいのか。だったら幽霊銃一発やってみるか。ちょっとお供えしてみたけど、これどうなんの？どうなんのこれ。やってしまったもん。ノアだ、じゃあ大バカ者も。あだけ止めたのにダメでしたもん。って何が出てくるってんだ？あら、かわいい。え？何これ、かわいい。うお、かわいい。てな。うん、確かに可愛いかも。ミオさんまで。これのどこが危険な魔獣なの？レベルが実はクソ高いとか。なぜでも見てもいいかな。気をつけせな。お、可愛いステップ。何このステップ。BGM が合わないみたいに。わわわわ、めちゃめちゃ荒ぶってるぞ。ああ、背中悪いな、これは。私のせい？もう、そういう冗談なしだよ。バカをやってる場合じゃない。こいつは臨戦態勢だぞ。みんな戦うぞ、レベルいくつぐらい。レベルいくつぐらいなんだ。非常に凶暴だって。これ見た目で実はクソ強いタイプ、もしかして。レベル58、デブリティなんとか、レブリティビビット、まあなんかよくわからない。ミス回避、すごい攻撃を受けるじゃん、すごい攻撃を受けるじゃん。まあとりあえず範囲クリティカルは、まあとりあえずなんか BGM すごい壮大なんだけど、なんだこいつは。まあ、とりあえず敵が熱い。何、攻撃当たらない。こいつなかなか強いぞ。厄介かもしれん。攻撃が当たんねえ。クソ、そういう意味で強いのかこいつ。確かに強豪かもしれん、ある意味。ある意味では、すごい攻撃を受けれる。すごい攻撃を受けられる。こんな攻撃を受けられることある？そんな攻撃を受けられることあるかっていうぐらいすごい攻撃を受けられるんだけど。敵がアーチに攻撃するといいって言ったけど、これ、アーチすることねえよな。これ、好奇心のやつの背中が所得したからやってんだけど。いや、わかんない。こいつ強いのか。なんか今でも可愛らしいな。ノブたちは、なんでリクたちはこいつが凶暴扱いしたんだ。そうでもなくない？まだ周りにいるユニコーンさんのかな。でも全然攻撃当たんねえ。全然攻撃当たんねえ。冗談かっていうぐらい攻撃当たんねえんだけど。これってなんかエナジーグリーンなんか融合扱いてんだけどね、できれば俺。全然当たんねえ。当たってないもん、ミスだもん、常に。常になんかミスだもん、こいつ。当たると言ってもたまにだもんな。確定なドラマとかやった方がいいのか。全部避けられる。すごい避ける。こいつ避ける時間かかるタイプだ。みんなちょっとカットするわ。オッケー、みんな倒したわ。え、倒したけど、この子は結局本当に凶暴な獣だったのか。はあ、散々暴れてくれやがったな。確かに危険だったね。ああ、興味本位で手を出すのはどうやら間違いだったようだ。ごめんね、リクとマナナが注意してくれたのに。違うもん。ん？そうですもん、危険なのはその可愛さですもん。可愛さ？こんなに愛らしいノボンというものがありながら、あんなのに目を奪われるなんて。マナナ悲しいですもん。あんなの蘇らせて可愛いって言うなんて。ああ、そういうこと、可愛さで負けたってこと？え、それはどういう。そう思う。キュータなノボンを差し置いてあんなものにうつつを抜かすなんてありえないもん。失望したもん。つまり、なんだ、その、可愛さで嫉妬して隠しておこうとしたのか？人なんてしてないもん。そうですもん。これはノボンの存在意義をかけた大変な戦いなんですもん。
そうもノボンがエレッサで負けてはいけないもん。まあ俺たちの仲間はリクとマナナだから。ないがしろにしてたわけじゃないよ。そういうことなら今後は気をつけてほしいもん。次は本当に怒りますもん。まあ甘々ウインナーをもらっても絶対に許しませんもん。ごめんね。いや、謝ることではないと思うが、多分。なんだこのクエスト。記録やつかと思ったのに。でも面白いクエストだったな。はい、禁断。とりあえず今回はまたハテナマークある場所あるんで、そっちに向かっていきましょうかね。飛び降ります。ただもう一つハテナマークある方向がこっちなんだけど、この島か。どうだろう。一旦近づいてみるか、この島。島近づいてみて、どうだ？ちょっとマップ見てみる。あ、この島っぽいか。ちょっと降りてみるか。島にハテナマーク出てるわ。ここだわ。ここなんだ？とりあえずまあ寄ってみよっか。行きましょう。イスン島。イスン島。なんでそれや。お、ムービーかこれは。それヒーロークエストかこれ。なんかすごい振動してるけど、何？いきなりこれはコロニーですか？おい、これコロニーだね。でも、歩いてんね、悠々と海を。鉄巨神、なんでこんなところに。あ、ヒロゲも乗ってんね。隣は僕たちではないようだな。何になってんのこいつら。追ってみるか。僕は火の粉を自らかぶりに行くほど愚かではない。んだと？なんつやめとけ。で、どうするノア。あ、行ってみようぜ。あれが鉄巨神なら、そこには命の火時計に縛られた人たちがいるはずだ。歓迎されないかもしれないよ。まあだろうね。それだけで済めばいいが、失政官メビウスがいることも考慮すべきだ。まあ確かに。絶対いるでしょうね。だからこそ、王にしても追わないにしても慎重に考えないと。まあなせばなるでしょう。どこ行ったのあいつ。あいつどこ行ったの。あいつどこ行ったんだ。あいつどこ行ったんだ。まあ、とりあえずあれか、右上になんかハテナマークで、それを追いかければいいのかな。で、行ってきます。ちょっとエーテル回収してから行こう。エーテル回収。ああ、どうやら鉄巨神ここに止まったみたいだね。ちょっと降りてみようか。で、降りましてと。で、こんな場所に降りたのか。いや、入れたか、あいつこれ。で、明らかにあいつのデカさ、ギリ通れるかでも。よく通れたな。多分絶対体中擦り傷できてるわ。で、ここら辺にハテナマークあるってことは、ここら辺で戦闘すんのかな。ねえ、あれ。あ、やっぱヒーロークエストっぽいね。何なんだこれ。あれはこの前イスン島で見た鉄巨神じゃねえか。こんなとこで休んでんだね。じゃああそこにメビウスもいるかもしれねえってことか。いきなり襲われることもあるかもしれない。気を抜かずに行こう。あ、平気でしょ。俺たち襲われ慣れてるし、もう毎度毎度襲われ慣れてんじゃん、もう俺たち。来客か。エビウス、おお、実践感。なんか、何？魚取ってる。てめえは、メビウス。なんでこいつ魚取ってんの？のんきだな。おお、今までの人たちちょっと違うね。血の気の多い兄ちゃんたちだな。まあ落ち着いて飯でも食ってけや。優しい。何この姿勢感。飯は元気の源。お前ら飯食ってないって言われるんだぞ。優しくない。何この人。なんだよこいつ。いや本当だよ。姿勢感なんだよね。こいつもこいつもひょろっこいもんな。ねえ、いいじゃん。ぶったたくんじゃねえよ。大体俺は飯なんか。近いな、さっきから取ってくろってんじゃねえんだ。海賊みたいな格好してる人だね。なんか帽子の形といい。おお、魚取ってきたんだ。なんかこの人優しそうなんだけど。来いよ、ほら。優しい姿勢かもいるの。実は全員が全員敵ってわけじゃないのか、姿勢か。どうする。むしろできないよな。まあね。誰なのこの人。まあ行ってみるか。では他にいねえのか、コロニーの人たちは。
俺は海が好きでよ、こいつに乗って旅してんだよ。ああ、そんなんやっぱ海賊船みたいなもんなのかね。旅だと、メビウスがか。おう、男の人生ってのは長い旅路よ。当てとなく歩いてりゃこういう出会いもあるもんだ。名前はトライデンって言うんだ。言っとくがな、俺らはメビウスってのを信用しちゃいね。まあな、ろくなやついなかったしな。ひどい目に遭わされてきたじゃ。そりゃそれなんだったな。だがまあ、俺はメビウスをやっちゃうよが、お前らに何かしろと命令されちゃいねえ。されねえんだ。自由の身ってやつや。ああ、海賊王ゴールドロジャーみたいなもんか。でな、海には泣くほどうめえもんもあるよ。バケモンみてえにでかいやつもいる。他にいるだけじゃわからねえことがここにあるって寸法よ。わざわざコロニーを巻き込んでてめえの道楽に付き合わせてるのかよ。そうさな、俺は鉄巨神から見る海が最高に好きでよ。そういうわけで俺は自由に寄りてえから、コロニー15の執政官寄りながらグルノちゃんも兼任してんのよ。あ、別に悪い人じゃなさそうね。他のメビウスからはティーだなんて呼ばれちゃいるが、ここで会ったのも何かの縁だ。あ、ティーなんだ、あれマークは、アルファベットは。キャプテントライデンと呼んでくれや。キャプテントライデン。こいつ、どうかしてるぞ。いや、まあ今まで会ったやつが異常だったけど、抱き捨てずもあるぞ。キャプテントライデン、あんたの言っていることはわかる。だけど。ノア、話に乗らなくていいって。ノア、優しいな。ちゃんとトライデンで呼んでるもんな。そうですもん。この人の言うことをまともに聞いちゃダメですもん。あ、ピピ思いつきでめちゃくちゃしてくれますもん。おかげで散々ですもん。そうなんだ。そうや、思い立ったがなんとやら、動かにゃ何も起きやしねえんだぜ。キャプテンはすげえんだぞ。こんなブサイクななりだけど、でけえモンスターをぶっ飛ばすんだ。ボロクソじゃねえか。まあね、俺は強いやつが好きだからよ。そういうやつを求めていろいろ巡ってるってのも。ああ今ブサイクって言った。いや、トライデンいいキャラだな。トライデン好きかもしんない。海だろうと空だろうと、でっけえもんをバッタバタとなぎ倒すんだぞ。あ、メビウスだしな、クソ強いだろうな。はあ、なるほど。ブサイクって言ったよな、こいつ。まだ気にしてんのかい。おい、ミオも相手にするのはやめようぜ。メビウスなんてろくなやつじゃねえんだ。まあなあ、今までの人を見ると。でもトライデンはちょっと近くない。おお、兄ちゃん方よ、せっかく来たんだ。俺と一発勝負しねえか。勝負勝負。風の噂で聞いてるぜ、兄ちゃんら相当腕が立つってな。俺は強いやつを見ると燃える男よ。勝負しようぜ。すごい悟空みたいなやつだな。何言ってんだよ、やるわけねえだろ。なんか条件叶えてくれってんだよ。やるぜ。逃げんのか。ああ、お、アンツと気が合いそうね、トライデン。ああ、そう、逃げんの。はあ、ウロボロスの尻尾をまくってか。ああ、そう、へえ。あ、おんのうめえな、トライデン。逃げんのか。ああ、これはアンツ乗るわ。やってやろうじゃねえか。ですよね。やめておけ、ランツ。こんなやつを相手にするだけ時間の無駄だ。一歩引いた感じで諭しておけば、火の粉は降りかからず戦うこともないから楽でいいよな。本心でビビり倒してるのを諭すように見せかけることで。うまいね、煽るの。てめえのメンツを保とうってか。メビウス怖いでしってことだろ。逃げるってことでいいのかな。やるね、キャプテン。やってやろうじゃないか。お前も乗るな。お前はそういうキャラじゃないだろう。よし、決まりだ。元気なやつは好きだぜ。おう、アピティ、準備しろや。ああ、なんか悪い人じゃなさそうね。海の男の三番勝負。何すんの。というわけで、この場を預かったアピピが勝負の説明をいたしますもん。あ、はい、お願いします。え、本当にするの勝負。まあやるしかないんじゃね。ルールは簡単ですもん。このコロニー15付近にある3つの島にそれぞれお題を用意してますもん。ああ、そのお題をより早く達成したチームにポイントを差し上げますもん。おお、面白そう。その程度のこと、僕たちにとって造作もないことだ。てっきり殴り合いなんて言うと思ってたんだがよ。なんかね、脳筋臭かったもんね。勝負だね。殴るばかりが勝負じゃねえんだ。ちなみに
勝負を見届けるために各島にはコロニー15の兵士たちを立たせていますも。なるほど。あなたたちは全員で、キャプテンはキャプテンを含め4人で勝負ですも。うんうんうん。お前ら人数不利じゃねえのか。いいのかよ。客にはハンデつもてなしをしてやらなきゃよ。海に詳しそうだもんな、ここら辺に。こいつ舐めやがって。吐いた唾を飲まないようにするんだな。太陽、太陽、なんでそんな熱くなってんだお前が。特に人間はね。さあ全員でかかってきな。準備はできましたも。最初は一寸刀ですも。ロゼさんからお題を聞いてほしいですも。なるほど、ロゼさんね、了解した。用意スタートですも。行ってきますも。ヘイヒーロークエスト。これトライデンが仲間になるのかな、この感じ。失勢感仲間になるの。強くね。まあ、とりあえず行ってみっか。お、いたいた、この人か。どうもこんにちは、ローゼさん。お題出してくれ。じゃあね、待っていたよ。さて、この島でのお題は簡単な。あんたたちの腕っぷしを見せてもらう。腕っぷし。そうさ、題して、海の男の腕っぷし対決。この海域に住むギアーコを4体倒してもらうよ。もちろん、どっちが早く倒せるかの勝負さ。立ち止まってる暇はないよ。行くぞの、あいつに目にもの見せてやる。ギアーグ。ディライトギアゴ、こいつを倒せばいいの。了解した。じゃあ倒していきます。はい、まず1体、2体目、はい、3体目、はい、終わり。はい、OK。 どうだ、どうです。見てたよ、あんたらすごいね。あ、そうなんすか。お、これあっちも終わったな。大丈夫か、なんか年寄りみたいになったけど大丈夫か。とうとう早く急いできたんか。キャプテン、遅かったね。今回はあんたの負けだよ。でかい口叩いた割には大したことねえじゃねえか、キャプテン。ふふ、煽るな、ランツ。いや、悔しがったの可愛いな、トライデン。おいおい、バテてんじゃねえか。ハンデでもつけてやろうか。ん、今日は調子が悪かっただけだ。次行くぞ、次。可愛らしいな、トライデン。お前ら芋引いて逃げんじゃねえぞ。リーダーラ島に来い。リーダーラ島。なんで勝ってる私らが逃げんだよ。勝ち逃げされると思ってんじゃねえのか。で、次ディーダーラ島ね。はい、行きましょう行きましょう。普通にトライデンのキャラ好きだな。はい、とけ、リュカブさんに話していきましょうか。今回何すんの。次のお題は海の男のお宝対決。最高のお宝を持ってきてほしいんです。それを自分が勝手にしますので。お宝。そうです、この島で最も価値のあるお宝ですって言われてもな。うん、この島に何があるかすらわからないし、こういうのはもっと具体的なものを指定すべきではないか。お宝お宝ですよ、それがわからないよ。じゃあおしまいですよ。分かったよ、やってやるよ。とりあえずみんなで考えてみる。ああ、それが良さそうだ。ああ、相談するのか、了解した。じゃあどっかで休んだ方がいいのか。どっかで休める場所あるか、これ。どこで休めばいいんだろう。いや、どっかで休める場所あったか、これ。くそ、探すか。それを探すのもお宝探しじゃねえか、実質これ。はい、というわけで相談タイムでございます。お宝とは一体。お宝ってのが曖昧すぎて分かんねえけどよ。キラキラしたもんじゃねえの。そういうのって価値あるんだろ。なるほどな、確かにそれは一理あるかもしれない。走って俺たちの何倍や何十倍も長い時を得たものに宿るんじゃないかな。じゃあ何かそこら辺の石とかの方が私より価値があるってことか。違いますもん、お宝はほっぺたが落ちるくらい美味しいもののことですもん。こっちの方が歩きやすくていいぜ。なんかなんつかすごい一人ごと言ったんだけど、何急にあいつ。食べ物は人によって好みが分かれそうだけど、まとまりそうにないな。それが一つじゃなくて、ひとまず全部集めてみるってのはどうだ。分かりやすくていいじゃねえか。それでは早速行こうぜ。いや、なんかいろいろ集めてこいとのことで、集めていきましょうか。嫌なんですけど、ちょ、待ってください待ってください待ってください。やべえやつ目つけられた。これは死ぬかもね、今度は死ぬかもね。逃げなよ、逃げろ逃げろ逃げろ。やべえやべえやべえ、ここの島やべえやつだしけれ。あ、よかった、見逃してくれた。優しいやつ、よかった。死にました。で、2個目の宝、千年樹の琥珀。 OK。 で、あと1個この先にあるもの集めればいいのか。あ、俺割と悪手ルートから行ったんだな。あのカブトムシとかいっぱいいるルートに通っちゃったんだ。で、この先にある宝取って戻ります。ヘイリュカブ、ヘイリュカブ、ヘイヘイヘイ、持ってきたぞ。おお、早いですね。いや、さすがです。じゃあ早速何を持ってきたか見せてください。私たちは3つ探して。ちょっと待ってください。なんだよ。自分が指定したのは最も価値のあるお宝です。最も価値があるのは3つも4つもない。そうでしょ。というわけで、どれか1つ選んで自分に渡してください。参ったらどうするよ。天然樹の琥珀、やむやむココナッツ。やむやむココナッツ、あえてやむやむココナッツから。どうだろう、古代ターオスの大化石。いや、あえてやむやむココナッツなんじゃないのこれって。やむやむココナッツ行ってみよう。
俺たちが選んだのはこれだ。ちょっと待った。え、何？おお、キャプテン、遅かったですね。俺たちも持ってきたぜ、お宝をね。お宝。おい、俺たちの方が早かっただろう。後ろで見てな。まあまあ、ここは速さを競ってないんで、一緒に出してくれればいいですよ。オッケー。はいぜ。上等だ。これが俺たちの。やむやむ、ココナッツだ。お宝だ。ま、ほほう。まさかお互い同じものを持ってくるとは。何？あいつらもヤムヤムココナッツだったの？当然ですもん。このヤムヤムココナッツはほっぺが落ちるくらい美味しいお宝ですもん。分かってるじゃねえか、ジョーちゃん。こいつはうまくてでけ。あ、そうなんだ。でかいんだ。なあ、かぶったらどうなんだよ。引き分け？ドロー。これは引き分けですね。同じものじゃ優劣はつけられないです。おお、やった。ユカブ、よく見やがれ。あ、俺のヤムヤムココナツの方がでけえだろ。でけんだ。同じものは同じものです。自分はキャプテン相手だからってひいきしたりしないですよ。ユカブ、いいやつじゃん。わかったよ。はい、次に行くぞ。でもこっち一生勝ち越してるからね。次に勝ったとしても引き分けだぞ。トライで次はアルカホール半島だ。決着つけてやるぜ。決着を。なんていうか気が抜ける相手だな。とても失勢感とは思えねえな。確かに。いや、なんかどこに行けばいいって。キヨに話しかけに行きましょうか。じゃあキヨに話しかけてみましょう。遠いな島。いや、キヨ、ようやく来たか。待ってたぞ。そこでサウルを見なかったか。サウル、いや見てないな。まったく、どうせこんなことだろうと思ったけどよ。サウルのやつ方向音痴なんだ。どっかで迷ってんだろ。方向音痴だ。あ、モンスターに加えて死んだかもな。ははは。え、それ笑い事？サウルがいないんじゃ仕方ない。次の話題は俺が説明する。あるモンスターの足音を追ってそいつを先に倒した方が勝ちだ。随分簡単な勝負だな。足音を追えばすぐ着きそうだしね。そんじゃ頑張ってくれ。よし、行ってみよう。とりあえず、じゃあ足跡を探しましょうか。ここら辺から足跡探せばいいの？調べる。足跡かな？それも二つも。ふむ、それによりによって別のところに向かってるようだ。どっちに行くの？そうだな。どっちがいいんだろう。いや、ここはクラピカ信じて右で行くか。クラピカ信じて右で行きます。あれ、今サオルいなかった。うん、ん、どうしたんだお客人。あ、この人がサオルさん。足跡をたどきたサオルがいたんだけど。どうしたって、お前こそこんなところで何してんだよ。ダメだぜお客人、モンスターを倒さなきゃって自分この説明したか。いや、もう下の子からキヨから受け取って、もうそれ聞いたよ。してねえよ。お前がいなくて別のやつに聞いたんだよ。じゃあなおさらダメじゃないか。こんなとこで時間潰してじゃ負けちまうぞ。いや、足跡たどってたらここに着いたんだよ。足跡たどってたらここに着いちまったんだよ。おう、あ、こっちにも足跡があるよ。これたどってけばいいの？じゃあ次は仕方ねえ、こっちをたどってみるか。オッケー。頑張ってくれよなお客人。もたもたしてるとキャプテンに抜かれちまうぜ。時間稼ぎだった説ある。タオル、時間稼ぎされた説あるな。とりあえず行ってみよう。いいことだよね。え、おお、すげえ、でっか。あ、こいつもしかして。あ、こいつだわ。アルカホール5ゴール。いや、やっていきましょう。それ以上後ろにいるやつが気になるんだけど、俺は。後ろにいるやつが気になるけど、まあ、こいつ倒しましょう。いきます。はい、オッケー、倒し終わりました。まあ、そんな強くない、ただの猿でした。よし、こんなもんだろ。オッケー。骨が折れる相手だったな。そう、何も折れなかったよ。あいつらは、まだ見えねえ。よし、さっさと鉄巨神のところに戻ろうぜ。もしかして俺たちより、でけえやつ始末してんじゃないの？ あの大男め、僕たちをコケにしたことを後悔させてやる。太陽が珍しく熱くなってんのが面白いんだよな。あのでけえやつはまだか？はい。皆さんの方が早く到着しましたもん。そうなんだ。キャプテンはこういうのは弱々ですもん。弱いんだ。ええ、また俺たちが遅れただと。キャプテン遅すぎですもん。お客人も待ちくたびれてますもん。少しばかり手こずったけどよ、余裕だったぜ。今回の勝負は
お客人のか海の男の三番勝負の四回戦。なんだよ、なんだよ。最後の戦いは殴り合いだ。それに勝った方が何ポイントだ。うっ、7丁っす。7丁おい、やらせやめろ。よし、殴り合うぞ。結局殴り合いなんかい。ふざけんなよ、3番勝負って言っただろ。ああ、確かにそうだ。男に二言はないなどと口にしていた。へえ、男に二言はねえが、男はおかわりはしてる。どういうこと。こいつ、わけのわかんねえこと。いいな、トライダーのキャラ。最初からだ。まあそりゃな。おお。あ、ランツ。え、ちょ、ランツ、危ない危ない、ランツ。海の男の理不尽パンチ。理不尽パンチって自分に言うんかい。ランツ、大丈夫。大丈夫か、ランツ。何いきなり殴りかかってきてんだよ、てめえ。海で油断は禁物だ。男たるもの、毎秒気を引き締めていけ。おお。こうなったキャプテンは止められませんもん。止められねんかい。みんな巻き込まれないように下がりますもん。くそ、何が理不尽パンチだ。本当理不尽だな。もう許さねえ、遊びじゃ済まねえぞ。ああ、周りの人たちも来るの。すごい拳型の怒りっぽいような武器なんだね。いや、まあ、とりあえず取り巻きからやっていきましょうか。ちょっと変え、なんかちょっとパイレーツオブカリビアみたいな BGM だな。なんかちょっととりあえずやっていきましょう。ちょっと待って、俺タイムに変えたい。 OK、 タイム変えといて、とりあえず DJ ね、はい、DJ ねかけとく。いい感じでここできてるよ、みんな。あ、レベル差が10レベル差あるかな。 OK、 あ、トライデン行ったりになったね。 OKOKOK、 じゃあトライデンやっていきましょうか。あ、そんな強くなさそうな感じするけどね、トライデン。 OK、 ちょっとこっちインタリング3溜まったんでやっていきましょうか。いくぜ、インタリング3。はい、さらにウロボトオーダーもやっちゃいましょうか。まあ、ウルボルトオーダーはあの字ちょっと長めなんで、ちょっとカットするかもしれないけどね。はい、どっこいしょーからの、まだまだいっちゃうよ。んー、どっこいしょー。いや、すごいダメージ、すごいダメージ出したね。あっ、セナって感じだな。セナの、ほんとセナのウルボロス強いんだよな。毎回応援してるわ。セナのウルボロスすごい使いやすい。で、からのこれやって、で、このままウルボロスいけるか。うわ、デンジャラスパンチって言ったら、なんかデンジャラスオーダーみたいな言うな、あいつ。で、これプラス、いや、間に合わなかったっけ、これ。ウルボロスオーダー間に合わなかった、セサンナ。間に合わなかった、間に合ってないね。まあ、とりあえずじゃあチェアだからもう割愛。え、オッケー、お疲れ様でした。133万。これで分かっただろ、俺たちの勝ちだ。苦戦したんだね、みんなも。タフなメビウスだよ。くそ、体が痛え。負けちまったぜ、兄ちゃんだ。強えな。一対一じゃなかったからな。消えねえ、怠慢なら俺の勝ちだったろうや。でね、悪くねえ気分だ。久しぶりにぶっ飛ばされたぜ。こっちは気分最悪だぜ。何だったんだって感じだ。疑問なんだが、メビウスならあの姿になることだってできただろ。そうね、あの姿になんなかったね。なぜそうしなかったんだ。あれはおめえ、俺が信じてんのはこの原骨と俺自身の体のみよ。喧嘩にはそれ以外は不純物ってやつよ。いらねえもんを使ったところで面白くねえ。いい性格してんな、トライダ。お前、まあ本当はよ、長く生きているせいでそのなり方を忘れちまったんだがよ。忘れたんかい。まったく、聞いて損した。おう、日中方よ、一つ頼みを聞いてくれねえか。 お前、何でもかんでも唐突すぎんだよ。思い立った時を逃しは次を見ねえかもしれねえ。俺はそういう次を考えるのはやめてんだよ。おう、それで頼みって何。そうだそう、頼みって何よ。ああ、や、あいつをぶっ壊してもらいたいと思ってな。え、でも食べできなくなっちゃうんじゃないの、それじゃあ。命の日時計。お前、自分が何言ってんのか分かってるのか。俺はこの時を待ってた、日時計が消える時を。な、
本当にいいのか。ええ、ぶっ壊してくんな。お、仮面取った。俺が見ているこの前で。だいぶ年取ってる人だったんだな、トライで。もうちょっと若いイメージあったわ。よし、行くぞ。いつものウロボロス破壊ね。ウロボスになって、はい、ラッキーセブン、ザン。はい、命の広げ破壊。なんか、日時計破壊で、この鉄巨神自体壊れてないのかね。生きがいレベル4についになったね。ようやく、あいつらを解放してやれた。ああ、ずっと望んでたんだ。もう壊しちゃった後だけど、本当に良かったの？ね、兄ちゃん姉ちゃんには分からねえことかもしれねえけどよ、長いことメビウスをやってるといろいろな死に直面するだろうね。そしてそいつはな、気持ちってやつを無視して突然訪れんだ。短い一生を精一杯生き抜いたやつ、最後まで生にしがみついたやつ、満足して死んでいったやつ、数えきれないほどの奴らに出会ってきたが、いい奴も悪い奴も等しく皆俺より先に死んでいった。まあね、みんな短いだろうしね、寿命が。でもそれってこの世界では当たり前のことでしょ。当たり前を当たり前と受け入れるには俺は行き過ぎたってことだろうよ。まあね、年齢的に60代か70代ぐらいなのかな。人の生き様を見るうちに、こいつらが自由だったらもっと面白い、もっとバカをやれると、そう思うようになっちまった。ああ、いいやつなんだね、トライデンは。面白い。ああ、腕力勝負なら負けなしのドギー。誰よりも海を愛したセレーナ、何度も戦争で肩を並べたガルド、気のいい連中ばかりだったが、どいつもこいつも命の日時計が生きる目的になっていたのさ。なるほどね。何とかしてやりたかったが、あれは俺の原骨でも壊せやしねえ。そうなんだ。メビウス自らぶっ壊そうとしてたってのか。だが、できなかった。俺がメビウスだと強く実感したのはな、命の日時計をぶっ壊せずそのことを諦めた時だったってんだから、皮肉なもんだろう。なるほどね。あんた、でけえだけで何も考えてないと思ったけど、そうでもないんだな。確かに俺、あれこれ考えるのが苦手だ。うん、そうだろうね。でもよ、俺が考えるのを諦めたそんな時、お前たちの話は耳にしたのよ。ああ、それで破壊してもらおうと考えたわけ。俺たちの話。ああ、メビウスをぶったたいて命の日時計までぶっ壊してるバカどもの話や。もうわかるだろう、お前らなら日時計に囚われたあいつらを解放してくれんだろうって思ったわけだ。否定はできないけど。確かに僕たちが命の日時計を壊したことで彼らは解放された。だがだからといってメビウスと彼らは対等の時間を生きられるわけではない。まあそうね。そんなことを言ってちゃしばらねえぞ、メガネの兄ちゃんよ。メガ、僕には体温という名前が。メガネの兄ちゃん、俺が言ってるのはここよ。心の話ってこと。心臓、心ってこと。正解だ、姉ちゃん。寿命は変わらねえけどよ、俺たちの絆ってのはあの瞬間に変わったんだ。あんた失政官だろ、部下との関係がどう変わるってんだよ。兄ちゃん、本当は分かってるんだろ、これからは上も下もねえ時間にも縛られない対等な関係ってことはや。対等。おお、俺と兄ちゃんたちも対等だ。殴り合いは恨みっこなしよ。それでこれからどうするんだ。ヒーローになってくれんのかね、トライデン。そうだな。でも失政官なんでしょ、一緒に来ちゃって大丈夫なの。俺は次のでけえ敵をぶったときに行く。これからよろしくな、兄ちゃんたち。ん？メビウスと喧嘩するのは考えもしなかったが、何心配するな、俺は次。強そうだもんな、トライデン。それって私たちについてくるってことか。だとしても有能すぎて、メビウスがこちらに作って相当強えぞ。俺がいりゃ兄ちゃんらも心強いだろ。そりゃあまあ
あんたは強いけどさ。おいおい、俺たちはウロボロスだぜ。そもそもメビウスがメビウスと対立するというのか。まあ、常識をぶっ壊すのがトライデンってことなんじゃない？あーや、ウロボロスと組んでメビウスと喧嘩するなんて千年生きたってあるかあげまで。俺は強いやつと喧嘩するのも好きだが、強いやつとバカやるのも好きだだよ。うん、どうする？まあ、いいんじゃない？トライデンとは全然関係でしょ。裏表があるタイプじゃなさそうだな。それによ、俺は受けた恩はすぐに返すと決めてんだ。そうしないとお前らみてえなのはぽっくり生きやがるからよ。意外とこのトライデンの種族って長生きなのかね。後ろから殴りかかってくるつもりじゃないだろうな。そんなことはしねえ。俺はいつだってバチバチに真っ向からぶつかる男だ。いいキャラしてんね。いや、俺はさっき後ろを見た瞬間に殴られた。それはやぼってもんよ。細かいことはいいじゃねえか。ね、悪い話じゃねえだろ。わかったよ。いいぜ、乗った。おお、ランツが認めてくれた。というか、これランツがあれかな、継承かな、クラス。そんな話聞かされちゃ嫌とは言えねえよ。そうだな、わかった。よろしく、トライデン。話が早くていいな。そういうのは嫌いじゃねえ。ただし、余計なことしやがったら遠慮なくぶっ飛ばす。いいな。この二人いいコンビだね。肝に銘じておくぜ。まあ見てな、兄ちゃん。俺のスペシャルな能力で助けてやるからよ。ああ、はいはい、期待しねえで待ってるぜ。で、ここで正式加入ってわけ。うん、なんだこれ。ああ、これ命の広げ、命の広げが、これなんだこれ。あ、広げがやっぱり。桃、命の広げがなくなってますもん。唐突だな。で、あいつらに説明してやらねえとな。あ、なるほどね。ああ、忘れてたぜ。どうした？なんだよ、まだなんかあんのか？俺は強い奴にたぎる思いをぶつけてやりて。ああ。いつまでも戦っていたい。そうするには、命は短すぎるって気持ちをメビウスになったあの時知った。一生の短さってやつを俺は恐れて生きてきたんだな。兄ちゃんらにぶん殴られて胸にあったもんが晴れた気分だ。燃えたぜ。お前、ありがとうよ。お前らのおかげで俺もまた歩き出せるぜ。いいんだよ、そういうのは。さっさと行きやがれ。へえ、分かってるよ。こういういいやつもいるってわけだね、メビウスの中にも。どういう風に結成されたんだろうな、メビウスって。まあ、クエストクリア。というわけで、これヒーローが仲間になった俺の道。かっこいいな。おー、無限マグ、ソウルハッカー、トライで。トライ、ソウルハッカー。どういう能力だ、ソウルハッカー。あ、まあランツでしょうね。ソウルハッカー。クラスソウルハッカー、ロールアタッカー、ユニークモンスターからアーツやスキルを獲得できる能力を持ちます。え？キャラクターカスタマイズしていろいろな活躍をすることができますと。トライデン自身は専用アーツとスキルを持ちます。さまざまな攻撃アップ手段を持つ爆発力のあるアタッカー。なお、トライデン自身はすでにソウルハッカーした技のほとんどを忘れており、俺、彼好みのアーツとスキルのみ使用できます。なるほど。で、何？ソウルハッカーの戦い方。ソウルハッカーはマスターアーツやスキルをセットできません。仮にユニークモンスターを倒すとアーツやスキルを獲得できる特殊なスキルを持ちます。へぇ。で、獲得したアーツやスキルは特定の条件を満たすと強化される。え？くぃ！ごめんごめん、ちょっと鼻かんでたね。で、何？獲得した特定の条件を達成すると強化される。で、メインメニューヒーローの項目で Y のソウルハックリストから強化条件を確認。いや、ソウルハッカーはロールスキルを変更するけど、自身のロールを変更できる。パーティー編成合わせて様々なロールに切れ、強くない？やること自在ってこと、つまり。え、ああ、だからメビウスなのかな。へえ、面白い能力だね。じゃあ、とりあえず、まあ、今回とかみんなここで終わりにしましょうか。じゃあ、次回もまたヒーロークエストやっていこうかなと思います。それじゃあ、次回動画で皆さんまたお会いいたしましょう。バイバイ。この音何の音？